ヘレトーニングイコールシュミットはデンマークの政治家で女性初の同国元首相。2005年4月から社会民主党の党首を2011年10月から首相をそれぞれ2015年6月まで務めた。2020年 Facebook 監督委員会の共同議長に選任される。コッペンハーゲン大学で数学と国民経済を教えていた。 ホルガートーニングイコールシュミットとその妻グレーでの子としてロドーバに生まれた。共に保守派だった両親は彼女が10歳の時に離婚。コッペンハーゲン郊外のイスホイに引っ越し、1985年に当地のギムナジウムを卒業した。1994年にコッペンハーゲン大学を卒業すると共に政治学の学位を取得。 これに先立つ1992年から翌年には、欧州大学院大学に代わる四世、奨励金制度で在籍し、政治と行政を専攻して、ヨーロッパ学の博士号を収めた。デンマーク語に加えて、英語とフランス語にも堪能なため、難関を突破して、外務省に入省した。1996年に、スティーブン・キノックと結婚。州都は、 元イギリス労働党党首のニール・キノックで、目は同国の欧州省を務めた、キノック・オブ・ホーリーヘッド男爵夫人、グレニス・キノックである。夫妻は、ヨハナとカミラの二条を設け、コッペンハーゲン在住だが、夫のスティーブンは、世界経済フォーラムの幹事であるため、スイスのダボスに単身赴任している。社会民主党には、 欧州大学院大学在学中の1993年に入党した。その翌年には欧州議会の同等事務局長に抜擢され、1997年まで務めた。それから欧州議会議員に選出される1999年までデンマーク労組合で国際コンサルタントをしていた。1999年、彼女は欧州社会党から 欧州議会議員になった。2004年の任期満了まで、議会の雇用、社会委と憲法委に所属し、議会改革キャンペーンの発起人の一人になった。2005年の国会議員選で、社民党はご議席を失った。前回の失地回復はならず、党首で、元財務省のモーゲンスリッケトフとは選挙当日の夜に、自身の隕石辞任を発表。代表選について、 決めたからには、次期総選挙まで党を引っ張っていってもらいたいと、注文をつけた。この選挙で、国会議員に初当選した、トーニングイコールシュミットは恩恵派として、選挙運動を展開し、4月12日に対抗馬のフランクイエンセンを破って党首に選ばれた。2007年の総選挙では、リスボン条約批准の国民投票実施に反対し、政治亡命者や、 難民の受け入れ制限緩和を訴えた。アナスフォーラス無線首相の推し進める減税政策も、福祉のため逆に歳入を増やすべきであると批判。政策考領では、格差社会の是正を掲げ、地球温暖化対策で2025年までに、電力の45%を再生可能エネルギーで賄うとした。結果として党は、改選前の2議席を失い、3期目の野党暮らしに、 突入したが、党内から彼女の責任論は出なかった。2008年6月にギャラップが行った世論調査で野党の中道左派の支持率は49.8%で、中道右派の49.6%を預かながら上回った。これをもとにした選挙予測では、中道左派勢力は過半数に、後に議席の88議席を獲得できることになる。 2009年末頃に野党の支持率が与党のそれを追い抜き、2011年1月にはラース・ロッケ・ラスムセン率いる与党と野党の支持率が5から7ポイント、社民党とベンスタの支持率は7から10ポイントも開き、次期総選挙で社民党が第一党に躍進することが確実視された。前回の総選挙からトーニングイコール・シュミットは中道左派政権の発足に尽力してきた。 具体的には、ラディケイリと社会主義人民党との三党連立に、赤力連合の格外協力を加える。ラディケイリのビリー・ソー・オンダル党首と、社会主義人民党のマルグレー・テベスタヤ党首からは、選挙後の支援の現地を取り付けた。2011年の総選挙で、彼女は国会議員に再選された。社民党の第一党復帰はならず、逆に議席を一つ減らしたものの野党の、 中道左派連合の議席数は与党の中道右派連合のそれを上回った。ラース・ロッケ・ラスムセン首相は9月16日にマルグレーテ2世に辞表を提出。野党間での交渉の末、10月3日にトーニングイコール・シュミットが女王から首相に認証された。女性としては初の首相。2014年3月に訪日。2015年6月の総選挙で社民党は 第一党に復帰したが、中道左派連合全体では議席を減らし、中道右派連合が過半数を獲得したため敗北。18日夜に敗北宣言と同時に、社民党党首の辞任を表明。翌19日に女王に首相辞職を報告した。2016年4月をもって、政界を引退し、NGO 団体セーブザチルド連の事務局長に就任した。2020年、 フェイスブック監督委員会の共同議長に選任される。夫のスティーブン・キノックにはデンマーク国税庁と警察から脱税容疑がかけられたことがある。本人はデンマークには住んでないので税を納める義務はないと主張したが、トーニングイコールシュミットは金曜日から月曜日までの週末国内に滞在していることを明らかにした。この食い違いについて彼女は 重大かつ初歩的なミスだとし、未払い分を収めた。これにより、2010年9月16日に、夫妻の容疑は晴れた。この件について、2011年9月に、タブロイド紙の BT がスクープした。それによると脱税容疑は、当局のミスで、2006年から2008年分についてはすでにスコットから還付されたとのこと。2000年から2005年分は、時効のため、 本人も還付を求めるつもりはないという、ありがとうございます。